どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今回はまたまたあの企画です。ガンプラあるある第4弾。今回第4弾は初心者編ということで、初心者にありがちなあるあるをおしゃべりしていきたいと思います。で今回は6個集めてみましたんでご紹介していきたいと思います。で皆さんも初心者の時にあったあるある、ガンプラを最初に作った時のエピソードなどありましたらコメントいただければなと思っております。初心者というか、なんていうか、一番最初に作るときって、工具とかわかんねえんすよ。子供の頃ね、最初にガンプラを作ったときって何にもないじゃないですか、手元に。ただ親に買ってもらったみたいな感じで、さあ作るかってなったときに、もう指で取ってたもんね。最初は本当にわかんなかった。これじゃダメだなって思うわけじゃないですか、子供心ながら。で次にチョイスするのがハサミか爪切りなんですよ。家の中にある刃物を探すの、とりあえずとりあえず一回ハサミで切ってみるとか、爪切りで頑張って切ってみるとかして、とりあえず作るんですよ。で少し経つとニッパーという存在に気づくんですよ。僕らの頃はボンボンでさ、コミックボンボンでガンプラのね、なんか漫画がやってたから、それで覚えたので、ニッパー使うようになって、ヤスリを使うようになって、ちょっと墨入れするようになってって、こう段階を踏んでいくっていうのがねあったから、最初はねとにかく工具を使わないっていうのがまずあるあるかなと思います。そうなんです、とにかく壊すね。さっきも言ったと思うんですけども、もう手とかで作るでしょ。だからとにかく壊してた昔は。なんか平気で曲げちゃいけない方向に曲げたりとか、あれここまで動くのかなと思ってバキってね壊した経験があったんで、ちょっと初心者の頃はよく壊したな、破損したなっていうのがあります。ほんで壊したやつを修復する技術もないから、そのままジャンクパーツなんですよ。だから、まあ、角とか折れちゃってとか、それこそ BB 戦士とかの角ってメッキパーツだから、もうなんか直せなくなっちゃって多々あったなと思います。接着剤の失敗も初心者あるあるかと思うんですよ。さっきの話の続きで、壊したやつを直そうと思うわけじゃないですか。で接着剤買ってきて、とりあえずやってみるの。足の付け根のさ、この太もものね付け根の部分をバキッと落ちちゃいましたっつって、でそここうやって接着剤塗って直してみるので、さ子供の頃って早く遊びたいから、全然乾く前にもう装着すんの、足をガチッつって、いやいや遊ぼうっつって、でまた壊すんだよね。あれ何なんだろうね、子供の時って我慢できなかったからさね、一日ちゃんと乾かして直せばいいのにっていう、この接着剤の失敗ありますよね。もしくはアロンアルファで直そうとするんですよ。家にある接着剤って大体アロンアルファで、タミヤのやつとかないでしょね、一般家庭に。アロンアルファなら一瞬で直るっつってくっつけるんですけど、まあ確実に指くっつけるんですよ。あれ何なんですかね、お湯につけて頑張って取った記憶があるなと思います。そんな接着剤での失敗ね、以前のガンプラあるあるでも言ったんですけれども、間違えて組むっていうのは本当に初心者あるあるかなと思います。ポリキャップ入れ忘れしかり、いろいろあるんですけれども、よくあったのが、例えば腕を逆につけてたりとか、肩のなんかこう本当は開く部分を閉じたまんまにしてるとか、羽とかもそっちじゃない方向につけてたりとか、誰かに教えてもらわないと分かんないまま持ってたりして、で友達とかにこれこっちだよとか言われて、なんか直した記憶があるなと思います。なんで初心者の頃は間違ってこう組んじゃうっていうのは特にあったのかなと思います。いや今でも全然失敗はするんですけれども、昔は特に、初心者の頃は特にこの塗装とその改造ミキシングで失敗したなってのはあります。もう塗装もさ、子供の頃だからさ、もうよく分かってねえのね。マスキングテープとか知らなかったから、当時もうベッタベタ塗って、あーもう失敗だーっつって、もうジャンクパーツ行きなんですよねこれで。こう初めて改造する時とかも、とりあえずまあ腕を交換するとか、足を交換するとか、バックパックを変えてみるとか、違う武器を持たせるとか、いろんな改造をね初心者の頃ってするじゃないですか。で調子に乗って、いろいろ空想するんですよ。自分のね、オリジナルガンプラ。オリガンを空想して、くっつけていくのよ。これが良くなかったの。なんかわかんねえけど、肩に直接キャノンつけたりとかして、いざ動かそうとするとめちゃくちゃ干渉すんの。全然上がんねえの腕。とか、かっこいい武器作ろうと思って、例えばさ、バスターライフルになんか他のこうライフルをくっつけてって、なんか最強のバスターライフル作ろうとするんだけど、なんかどんどんこうくっつけちゃって、なんかわけわかんないライフルになるみたいな。今覚えばドライツバーグみたいなのを子供の頃に作ろうと思ってたんだよね。案外。で、そういうのプラス塗装の失敗が合わさって、もうめちゃくちゃになっての黒歴史。俺もあるな、思い出したくないんですけど、もう完全に黒歴史なんですけど、最強のね、僕の作った最強のガンプラをね、ちっちゃい頃作ったことがあって、ゴッドウィングガンダムゼロ WX カスタムっていうのを作ったことがあります。
ウィングゼロのツインバスターライフル持って、さらにあのツインサテライトキャノンもついてて、でゼロの羽とかついてて、腕ゴッドガンダムでゴッドフィンガーも撃てるよみたいな、僕の考えた最強のガンダムを作ったことがあるので、そのくせなぜか色を黒で塗って暗黒の戦士みたいなことをバカみたいなこと言って作ったことがあるの。改めて言いますね、ゴッドウィングガンダムゼロダブル X カスタムです。はい、これは特にあるのではないでしょうか。何を買ったらいいかわからないね。これほんと初心者あるあるだと思います。さあガンプラ買おうと思っても、どのガンプラを買えばみたいな感じになって、で何かで知って、あ、このガンダムかっこいいなって買いに行っても、めっちゃ種類あるでしょ。だって最初ってさ、144分の1か100分の1とかわからないで、大きいのちっちゃいので、さらにその後 HG って何とか、マスターグレードって何？ 100 分の1とはどう違うのみたいな、最初って絶対わかんなくなると思うの。例えば、ガンダム00だけを見ましたと。ね、なんかのきっかけで00を見て、ああ、00のガンプラ作ってみたいって思って、模型店に行った時に、00ガンダムを探そうとしてもめちゃくちゃあるんですよ。エクシアしかりね。シリーズによってめちゃくちゃ出てるから何買ったらいいかわかんないんですよね。ダブルオーライザーはこれ100分の1と、マスターグレードは何が違うんだ？ RG って何？スラッシュ G とはみたいな感じになるから、同じガンプラでめちゃくちゃ種類があると本当わかんないよね。ザクもしかりでさ、さあザク買いに行こうって言っても、何型を買えばみたいな、なるじゃないですか。テレビだけ見ててもわかんないからさ、J 型と、F 型と、オリジンみたいな感じで、とにかく種類が多いと何買ったらいいか今ですらわかんなくなるよなぁとは思います。そんな何を買ったらいいかわからないっていうのも初心者あるあるかなと思います。はい、というわけで今回はガンプラあるある第4弾初心者編をお送りしてまいりました。いやー、なんか思い起こすといろんなことあったなって思います。うん。で、この初心者あるあるつっても、大人になってからこうガンプラに触れるっていうのと、僕みたいに子供の頃からガンプラに触れるっていうので、またね、あるあるが変わってくると思うんで、ぜひこちらもコメントいただければと思います。皆さんがいつ頃からこうガンプラ作り始めて、で、その時にあったあるあるはこんな感じだったなとかね、いろんな意見があると思いますので、ぜひコメントいただければと思います。ということで、今回のあるあるは以上です。また次回も見てください。ガキオでした。